あの、今日は登壇者の方々、それぞれの発表、様々な紹介をありがとうございました。そして、ここに、あの、たくさん、すでに質問を寄せていただいておりますので、せさく、せあの、早速、これご、それぞれの質問に入っていきたいと思います。まず、そうですね、これはアンドロイドのご質問でしょうね。はい、このアプリアップデートを促すものは。 いわゆる強制アップデートに使えるものでしょうか、これは Android のインナップアップデートに関するご質問だと思います、はい。これは強制アップデートに使えるものでしょうか、荒木さんいかかがですか、はい、使えるか使えないかで言えば使えますが、ただし自分で作り込んでいただく部分が必要で、インアップアップデートっていうライブラリーなんですけど、使い方として2種類ありまして。 モードが2種類ありまして片方はフレキシブルもう1つイミディエイトという2つのモードがあるんですけどフレキシブルっていうのはアプリの中でアップデートがありますよっていうのを表示していただいてでまあユーザーがそのアップデートで選んだらえアプリを使って使いながらユーザーがアプリを使っている裏でえダウンロードしてでダウンロードが完了したらまたアプリの中でダウンロード終わりましたインストールできますっていうのを表示して またユーザーがそれを選択したらインストールを開始するっていうのがフレキシブル。もう一つイミディエイトっていうのは全画面にアプリのアップデートがありますっていうのを表示してそこでもうダウンロードしないとアプリを使えないようにするっていう機能。でこのイミディエイトの方を使えば強制アップデートのようなことはできるんですけどただその アップデートの画面をユーザーが閉じることもできますし、一旦アプリを終了して、また再起動とかもできるので、完全に強制、それだけでできるものではないので、アップデートがあったら、アプリを使わせずに、そのインナップアップデートの画面の方に必ず線にするようにするみたいなのは、各アプリの側で作り込んでいただく必要があるという感じですね。はい ありがとうございます。そして次もアンドロイドの質問です。アプリアイコンもライトモード用とダークモード用に2種類用意することになるのでしょうか。これはいかがですか。えっと僕の把握している限り用意はしてない。でないうん。えー、まあ、やろうと思えばできるのかな。やろうと思えばできますけど、おそらくだいたいブランドカラーに近いものをアプリアイコンで使われたりするケースがあるので、えっと。 今のところではそこはあまり会社のブランドカラーってそんなにたくさん複数持たないと思いますのでえとそういうふうにしなさいっていうようなことはえ記述は今のところ全てしてないですねでえっと僕も今ベータ4かな AndroidQ のベータ4でダークモードで使ってるんですけれども黒いアプリケーションアイコンが真っ黒なものでも実は背景がえと真っ黒ではなくてダークモードといっても必ず真っ黒ではないのであのきちんとそこは認識できるかなと思います 何か補足ありますか。ありません。はい。オーケーありがとうございます。そしてえっ、ー、とアップバンドルに関するご質問いただいています。アップバンドルに対応することによってインストール数が10%上がったとのことでしたが、日本のような回線の状況が比較的恵まれている環境ではそこまでの効果は出ないように考えているのですが、日本におけるデータはありますでしょうか。 こちらですね日本におけるデータはないんですけれども <laughs> それはそのアップバンドル対応がまだあんまり数がないとかいろいろ事情があったりしますがただアップバンドルに限らずですねその APK のダウンロードサイズが少なくなればなるほどインストール率が上がるという相関性はですね日本でも変わらずありますのでまあ小さい方が良い,というがより良いという前提でいていただいていいかと思います。 はい、ありがとうございます。そしてあのこれはご質問というよりはフィードバックを一件いただいております。あのまとまった良いリキャップと感じます。どうもありがとうございます。えっ、ー、と気になる話をより知りたい場合に IO の関連セッションの YouTube URL が別途提供されるとより良いと思います。あこれはあのー、ぜひあの後ほどですね提供していきたいと思いますので YouTube のページをご確認いただけましたら幸いです。 どうぞよろししくお願いします、えー、っとそして引き続いて少しアンドロイドの質問が続きますね IO のプレイのセッションにおいて今までの10年は APK これからの10年は AAB というワードがありましたこれはアップバンドル対応が必須になる流れなんでしょうか必須 そういいことはないですがその APK でしかできないことも今はまだあるので例えばデバッグ用に配布するのは AAB だと難しいとかまだ APK も使っていくと思いますがまあ文字通りこれまでの10年は APK これからの10年は <laughs> <laughs> AAB という <laughs> ことですね <laughs> <laughs> これからは AAB の時代、えー、未来は AAB に <laughs> うん a A、B にして困ることはないはずなので、ぜひ試していただければと思います。はい、ぜひ試していただければと思います。そして次がこれ、ゲーム開発のご質問をいただいています。Android で C、C++、Unity、Unreal e ン g i などを用いてゲームを開発するとき、デバッグ用ツール、パフォーマンス、チューニング環境、これは5年前と比較してどれぐらい良くなっているのでしょうか。あるいはあまり変わっていないのでしょうか。 えー、だいぶ良くなっていますが、まだまだ良くなる余地はあります。まだまだ。<laughs> まだまだ。5年前に比べるとだいぶ良くなっています。<れ>普通に C++ でデバッグして,ブレ,クポイントいてブレークポイントで止まるとかですね。あの基本的なところは Android Studio で動くようになっていますし、えー、プロファイライングツールもですね、えー、例えばルート化しないでも普通に GPU プロファイラーが使えるようになったりですね。えー、もろもろ良くなっております。 えーがまだまだこれから、ですねえ例えば GPU のチューニングツール、もうちょっと使いやすくなったりとか、ですね GPU のパフォーマンスカウンターを見たいなとか、諸々ご要望いただいておりますので、そこに関しましては、ですねえ専門のチームを持ってですねえ対応しておりますので、ままますすす良くなると信じておりますはい、はい、ただ、そうですねただあの最近追加されてきているツール、先ほど松田から申し上げたこの C++ でブレイクポイントが設定できるとかですね。あのそういうツールのことを実はご存知ない方というのが結構いらっしゃるのではないかと思いますので、ぜひ最近のツールについてあのぜひチェックしてみていただけると我々としても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。そしてえっ、ー、とダークモードについて質問が来ています。ダークモード元々黒い背景がテーマのアプリはどのように対応するべきでしょうか。 黒のままでいいと思います <laughs> 黒,の黒のままでいいと思いいまますすすとと <laughs> とのことです <laughs>、はい、ありがとうございます、えー、っと次の質問ルーム大好きという方からご質問いただいていますサスペンディドファンクが最近実装されましたデファードで返してくれるメソッドは実装されますでしょうかはいサスペンドファンクション、まあ、コルーチンのメソッドが DAO で返せるっていうのが2.1から入ったんですが リファードドで返すすメソッドっていりますか <laughs> <laughs> まあアシンクで囲えばできるじゃないかと思わなくもないんですけどまあ要望があ多ければ i s s u トラッカ、er. ードット g o o g l e c o m で要望が多ければ対応すると思いますでえコ。コルーチンに関してはその普通のサスペンドファンクション以外にも えー、フ,ローフローとかチャンネルとかまだエクスペリメンタルな機能がこれからどんどん実用ステーブルになって出てくると思うのでルームの側でもどう対応していくのがいいのかっていうのは引き続き見ていきたいと思います続いてあの同じくルームに関わる質問でしょうかこのシングルアクティビティマルチモジュールでのプロジェクトでディープリンクはどう実装するのが最適解でしょうか 多分ルーム関係なないですす <laughs> そうなんですオッケーなんかルールム大好きですってなんか決まり文句の <laughs> 質問を必ずルーム大好きですで始めてる人書いいるんですけど質問自体は多分ルーム関係ないオーケー <laughs> シングルアクティビティマルチモジュール <laughs> えっとナビゲーションコンポーネントが予定としてはマルチモジュールの対応を予定していてえそこでナビゲーションコンポーネントを使えばディープリンクもやりやすいので の XML の中にこのフラグメントがハンドルするっていうのを書けばえシングルアクティビティでもそこに行くような形にできるのでん長期的に見ればそれがいいやり方かなと思いますね。でまだえー出てないのでまだその実装はないので今すぐそれをしないといけないんだっていうのであればやっぱりそのメインのシングルえメインのアクティビティの方でその インテントを受け取ってそれを中でどのフラグメントに割,割り振るかっていうところをまあえマルチモジュールだから粗結合にしないといけなかったりちょっと大変だけどあそこをえーメインのアクティビティの中から渡すっていうのがいいと思いますナビゲーションに後でそれが移行しやすいと思いますね <laughs> はいありがとうございますそして続いて Android このアンドロイド Q というとアンドロイド10の Q のことなのかアンドロイド Q の Pi のことなのか話がかみ合わない何か区別する言い方はありま Q って言えばいいけアンドロイド Q、うん、僕個人的にはバージョン番号は使わないのであんまり混同しないですねアンドロイド Q って言ったら、うん、Q って言ったら Q ですね,アル,ですねアルファベットの Q ですね, Q ですね <laughs> それか API レベル9ですねジンジャーブレッドかなジンジャーブレッドね一気にそれどうやって区別するんですかいや、API レベルっていうあーなるほどあともうジンジャーブレッドとか忘れたんだけどもう書くのそっか API レベルっていう言い方をしたりもしくはそうですね数字のバージョン番号は忘れていいんじゃないですかねそこはあんまり 使わない。そっか、もう <laughs> それでいいですか、うん？数字を使う必要はもはやないと <laughs>。うん、色んな立場があるかと思いますので、<laughs> それぞれ工夫していただけましたら幸いです。えっ、ー、と続いての質問です。ダークモードは実際にどの程度使われているものでしょう。<laughs> まだまだこれからだと思いますね。まだ多分いろんなプラットフォーム、OS 側で対応できているものとできていないもの、まだ実は Q でもまだ実際 Q はプロダクションレベルではなくて、まだベータで形なので、逆に言うと今の段階からきちんとリリース対応しておくと、すごく出た後ににちゃんと対応しているアプリということで、まだ数少ない中で、比較的目立ちやすいと。まあ、なんか、マテリアデザインまさに同じような形だったと思うんですけど、2014年。 マテリアデザインに真っ先に対応したところから割とマテリアデザインのこう参考アプリみたいな感じでフィーチャーされやすかったという背景もあるのでまあユーザーさんがまあ多分新しい OS にアップリとしたら早速試してみると思うのでその時にぜひ使いやすいアプリであってほしいなと思っていますありがとうございます、はい、そして IO のキーノートで発表された DUPLEX4WEB についてあの我々ディベロッパーはどうすれば参入できるのでしょうかあの 一言で言ってしまうと特に何もすることはなくて参入すぐにということはまだないのでもうちょっとお待ちいただければと思いますそうですね、今はグーグル側で限られたユースケースのそうですねウェブ側で何かしているわけではなくてグーグル側でいろいろやっているという感じなのでそうですね、エイジさんありがとうございます。 フ β 4を入れるとリブートを繰り返す機種があるという記事を見ましたまだ入れないほうがよろしいでしょうかいいんじゃないですか入僕は入れてるけど大丈夫だよ、うん、これはあのあ<そ>むしろインストールしていただいて人一柱になっていただいて教えていただければ幸いっていう、えー、<laughs> ぜひいつでも戻せるのでベータプログラムからはぜひメインデバイスにね うん、僕メインデバイスに出てますよ。<laughs> 自分もそうですね。<laughs> <laughs> うん。ただあのそうですね。あの、実際問題として提供されているアプリとアプリとかゲームがですね。q で動くかどうかっていうのを確認していただくのは非常に重要だと思います。で、q っていうのは今の予定だと今年の q3 のどこかのタイミングで。 この実際に一般提供が始まる予定になっています。一般提供が始まってしまうと、リアルな消費者の方、リアルなユーザーの方が何か問題があったとき、それを体験してしまうことになってしまいますので、ゲームアプリが Q で動くかどうかというのを確認するために、ぜひ Q ベータ4あのご活用いただければ幸いです。よぜひよろしくお願いします。すね、ちょうど一昨日、うん、ベータ4が出たので、ぜひ試してみてください。そうですよね。ありがとうございます。そして。<coughs> デジタ今回の IO でデジタルウェルビーイングが1つのキーワードになっていたように感じました OS 側でのアプリの使いすぎ防止機能の追加などありましたがアプリ側で独自にそういった機能を追加しているアプリもあります OS での制御とアプリでの制御すみ分けに関しての基本的な考え方等あれば教えてくださいアプリ側あ OS 側での対応っていうのは あれですよね、時間ベースでこのアプリは何分だけ何時間だけっていう形ですよねそれより細かいレベルで例えばこのゲームの、えー、プレイ1日5回までとかしたいのであれば、うんうん、アプリ側の方で対応していただく必要があるという感じですかね、うん、なるほどその OS よりもさらにあのより細かなこのウェルビーイングを作り込んでいきたい時にアプリで実装していくという考え方です、うん はいいありがとうございますそして次のご質問、Java8 ですが、今後は Android スタジオに内蔵されている OpenJDK8 にパスを通すなりして利用するのがおすすめでしょうか。うこれはどういうことなんだろう、オラクルではなく OpenJDK というお話なんでしょうかね。 Android Studio をダウンロードすれば普通に Android s t スタジオの中からビルドできるの,であの最近の Android Studio って必ず OpenJDK が入った状態で今出しているんじゃないかと思うんですけれども、うん、おそらくそのつまり Android Studio と一緒に配布されているバージョンの OpenJDK と一緒に使っていただくというのが今の Google のおすすめ。 そうですね。少なくとも我々はそれでテストをしているので、うん、一番世話がないですはい<る>そうですね,ねありがとうございますえー、っとそしてターゲット SDK に関するご質問をいただいていますターゲット SDK ですが秋に AndroidOS の新しいのがリリースされてその1年後までにそのターゲット SDK に対応する必要があるという理解でよかったでしょうかよかったです はい、そううですすありがとうございま細かく言うと、はいえー、大体1年後にその新しいアプリについて新しいアプリを利用するときはターゲット SDK バージョンをその1年前の最新にしないといけない、うん、でその数ヶ月後に、えー、既存のアプリのアップデートについてもターゲット,ト SDK バージョンをその1年前のバージョンにしていただかないといけないという形ですね。だからちょっと アップデートに関しては、ちょっと猶予がある、うん。ウィンドウが動いていくということですね。うん、ありがとうございます。そして。先ほどエイジさんコメントを見かけたんですけれども。えっとですね <laughs> <ょ>。あ,あ、すみません。あの、<laughs> え、あのフィードバックをいただきました。あ,あのエイジさんのアンサーブログかっこよかったです。ありがとうございます。あの。<laughs> すごいコンテキストが高すぎて <laughs> 理解できない人もいてで握手しましょう <laughs> <はい笑>フィードバックありがとうコメントありがとうございますそして英ジさんの一押オシ PWA プロジェクトを教えてください一押オシ PWA プロジェクトあのとりあえずツイッターモバイルドットツイッタードットコムもしアクセスしたことがない方いらっしゃったらあのツイッターのライト番ですねは すごくよくできているのでぜひ僕はもうネイティブアプリ入れてなくてツイッターばっか使ってますねツイッターライトばっか他にもいっぱいいいのがあるんですけど例えばあの日経さんですとか <うん S 2> あとはサイバーさんの,あの声のブログとか <うん S 2> 非常によくできている PW たくさんありますでは,はい日本の事業者さんでも日経さんであったりあのサイバーさんの,この声のブログこれをぜひご確認いただければと思いますそしてツイッターライト これは非常に素晴らしいのでぜひご確認ください。であのまた Android に戻るんですがこの Google プレイコンソールのアクティブデバイス数などが突然傾向が変わることがありますそれは自分のアプリ固有なのか Google Play 側の統計処理の変更なのか分からない場合が多いこのアプリ固有か判断するためにこの全アプリの傾向などを合わせて見ることはできないでしょうか。 これはちょっとそうですねあの、ベンチマークで比較できるコンソールの統計表示っていうのは、徐々に追加している段階なんですけれども、このアクティブデバイス数に関しては、まだベンチマークが表示できていないかと思いますので、これは開発チーム、プロダクト担当者にフィードバックご要望としてお伝えしたいと思いますどううもありがとうございます。 そして続いて次がウェブの質問ですデスクトップ向けに PWA を開発する場合できるだけオフライン状態でもサイトの利用者が多くの機能を利用できるように実装していきたいどのようにサイトを設計すればオンラインでもオフラインでも使いやすいものにしていけるのかベストプラクティスはありますかこれは英二さんいかがですかこれは非常に難しくてですねあの実際にそれが存在する ししたららら教えてもらいいいいぐらいのレベルで <laughs> あの難しいと思いますねやっぱりそのキャッシュをうまく使ってそのサービスワーカーの、えー、とキャッシュ API を使ってあのリソースはちゃんと置いておくっていうこともそうですし動的なデータに関してはちゃんとインデックス DBA を使ってあの、まあ、できればオンラインに戻った時に同期するみたいなそこまでこうやり始めると非常に複雑なものになってしまうのでちょっと一言にこう,こうするのがベストプラクティスですというのは。 言い方ないですけども、<うん S 2> あの見つけたらぜひ教えていただきたいですね。<laughs> ただそのキャッシュの設計というのが非常に重要ということですね。ありがとうございます。次、えっとこれは Google Play に関するご質問ですね。ライブオプス用のストアがカードが Google Play に追加できるようになったとのことですが、掲載順番はどのように決まるのでしょうか。 これはあの自分のところでご紹介した内容だと思いますけれどもえこちらにつきましては Google プレイのストアのチームの方でですねある程度キュレーションがあるかと思いますのが詳細についてはちょっと自分の方では分かりかねるというところですかね実際にはそうですねこれはあの担当チーム編成チームがキュレーションしているというふうにご理解いただければと思います続いて Google プレイかな ダークテーマ対応特集のような Google プレイフィーチャーはされるのでしょうか <laughs> これはし,しますかねそこはちょっと僕も分からないですね <laughs>、まあ、マテリアルデザインアワードみたいなのはダークテーマアワードやる違う違うマテリアルデザインアワードは毎年やってるでしょ <laughs>、うん、その中で、まあ、ダークテーマにそれはあると思いダークテーマカテゴリーみたいなのができるとかは多分ありえるんじゃないかな うん、ダークテーマに対応してて素晴らしいみたいな評価のされ方はあると思います、ね、まあ、一般論として優れたデザインのアプリを何らかの形で露出を高めていきたいという気持ちは常にあるんですがダークテーマに特化した何かというのは今のところちょっと予定は決まっていそうです、ね、ます、あ、聞いたことはないですねただ是非この優れたデザイン優れた使いやすい時代に対応したデザインを是非ご検討いただければと思います。 思いますどうぞよろしくお願いします次がロケーションパーミッションについてのご質問を頂い,いてます先日 WWDC でアップルが ALWAYS の選択肢をアプリ上から設定できないような発表を行いましたこれさすがに AndroidQ での変更はないと思いますが追随していくような流れになるのでしょうかまあ K でないのは確かだと思いますが、うん 将来の予定については、コメントを差し控え。ち, <laughs> ちょっとコメントが難しい、<laughs> 難しいですね。こからないですね。うんうん、これは実際にお客さん、ユーザーの人たちの反応を見ながら。あ,あ,<の>あくまでユーザーから見て一番いい。そうですね。はい。<laughs> はい。あの、グーグル側で、ユーザーにベストなやり方をグーグル側でも検討していきたいというふうに。ご理解いただければと思います。 そして次はデザインのご質問をいただいています。スケッチの他に Figma などにマテリアルデザインのテンプレを配布されたりする予定はありますかえっとですね、今のところはえっとロードマップにはないですね。ただ、プラットフォーム、そういったプロタイピングツールにより広げていくとかっていうところはえっとやってまして、今回はえっと IO で作ってたのがマテリアルシームビルダーっていうのをグリッチ上で えー、使えるようなのを作ったりとかはしていますので、まあ、僕らとしてはどちらかというと、さまざまなプラ皆さん、会社の皆さんが普段使っているツールの方うに、まあ、出ていくというスタンスは変わりないので、FIGMA、まあ、とかがどの辺の優先順位にあるかは、ちょっとまだ社内でも確認していないんですけれども、えー、ただ、その要望が多ければ、えー、もちろん対応していくというような感じになっていると思います。 次は機械学習に関すするご質問いいいただいていますオンデバイスの機械学習の技術が数多く提案されているのは分かるのですが現在すでに商用運用している日用品医療品のショッピングサイトのサービスにそれを応用展開していくアイデアの例がもしあれば教えてくださいこれはどちらかというとアイデアを聞きたいというご質問だと思いますが佐藤さんはい、いかがでしょうえとまだそういうのがあるってわけじゃないですけど例えば思いつくのが えっとまあ、商品検索ですよね、画像検索、で画像を撮って、それをクラウドに何か時間かけてアップロードして、画像、類似画像検索するのは遅いじゃないですか、1つアイデアとしては、その TensorFlowLite を使えば、その画像からです、ね、特徴量、特徴ベクトルで抽出できるんですね。うん、なので、えー、その画像全体を送るんじゃなくて、特徴ベクトルにすれば、もう多分数百分の1とか数千分の1にちっくできて。 1>, えもう1キロバイト、2キロバイトぐらいのね小さいベクトルにその画像の形であるとか色ですとかパターンというのが直腸がぐっと圧縮できますのでそれをサーバー側に送ってサーバー側で画像類似検索をしてえこの服に似ているお洋服はこれがありますねとかねなんていうのは一つちょっとすぐ思いつきましたけどどううでしょうか <laughs> ありがとうございます菅、はい、さんは何かアイデアはありますでしょうか。そうですね、あのー ディテールに関してはショッピングサイトに関してはやはり画像で商品検索するというのはあの一般商用で運用されているアプリがすでにあのたくさんありまして例えばメルカリさんのアプリでえ1ヶ月ぐらい前からですねあの画像で商品を検索する機能を導入していただいているかと思うんですけれどもあとは海外だと IKEA さんがエメレキットのオブジェクトリテクションと クラウド側のプロダクトサーチ API を組み合わせをして、画像だけで家具を検索できるアプリをあのリリースしてあるので,で、オブ j e c t トディレクションと FirebaseMLKit の API と Google クラウドの API を使うのであれば、かなり手軽に機械学習の専門知識なくても、その機能を作ったりすることができるので、ぜひあの試してみていただければと思います。ありがとうございます。 続いてこれはファイアベースの非常にテクニカルなご質問をいただいています Android マニフェストでこのフラグの Google アナリティクス ADID コレクションイネーブルドをフォルスに設定するとファイアベースアナリティクスの広告 ID 収集が停止するという理解でよかったでしょうかそしてこれは g o Google a n アナリティクスも同様でしょうかえそのフラグをフォルスにするとおそらくファイアベースアナリティクスの広告 ID の送信は、えー と止まりまりすただ Google Analytics の SDK は、まあ、Google Analytics 自体は今新規のプロジェクトに追加できなくなるので Firebase、えー、の方の Google Analytics にあの移行を進めてえ推奨しているところなので Google Analytics の, Go の SDK の挙動に関してはすみませんあの皆さんで試していただく必要があるかと思います。OK Google アナリティクスのところは 検証が必要とということですね。はい、続いて Firebase に関するもう1つテクニカルなご質問。ビルドドットグレードルのデペンデンシーズで Firebase Core の設定は必須のようなのですが Firebase Analytics は利用する予定はありません。これは未設定にできないのでしょうか、えー、未設定にするためにはマニフェストに同じようにアナリティクスをオフにするフラグがあるのでドキュメントをご参考していただければ その通りに設定していただくとオフにすることができます OK ありがとうございますそしてプレイビリングライブラリーこれは Android のご質問ですねプレイビリングライブラリーバージョン2への移行を考えていますディベロッパーペイロードをつけるのが消費のタイミングになってしまっていますが購入のタイミングにつけられるようにはなりませんでしょうか購入のタイミングにはつけられませんえー、えー 課金アイテムって2種類あって、えー、コンシューマブルなものと、えーまあ、1回だけの購入のものとあって、まあ、どちらにせよ購入した後のアクノリッチ、えー、確認の API のところでペイロードをつけられるっていう形で購入時にはできないんですけど代わりに購入時の、えー、ビリングフローっていうオブジェクトを作るんですけどそのビリングフローを作るときに アカウント ID っていうのを設定できますそれはえ購入したユーザーの ID をハッシュにかけたりしてえ何度かかしてそこに付けるっていうものなんですけどそれを使えばえ購入を区別することができます少し補足しますと、うん、デベロッパーペイロールをプレイビリングライバリーから削除したもともとバージョン1で削除した理由としては 実際のアイテムの購入ってアプリの中で行えるだけではなくて例えばプロモーのコードとかあの今年の IO で発表されたサブスクリプションの方なんですけどもサブスクライブインストールというストアの方でサブスクリプションを開始するような機能が追加されたんですねそうするとアプリがその時まだ起動していないのでデバッパーペイロールドはそういったユースケースではつけることができなくてそうするとあのアプリない で購入する場合はペイロードが付いてたのにアプリ以外でプレイストアの中での購入だったりプロモコードでのアイテムの不要がペイロードを付けられないからその差異が発生するためにはペイロードを削除したというのはプレイビリングライバリーのバージョン1の形だったんですねでバージョン2になってから knowledge というメソッドが追加されていてでそうするとアイテムをあの ワンタームのアイテムだったら、えー、コンシュムのときに、そのレベロッパーのペイロードを付与したり、サブスクリプションとか、あのアンコンシュム、アンコンシュムー,ーブルのアイテムだと、ノリッジのターミングで、一律ペイロードをつけることができるようになったので、ペイロードが復活したというのは、そういう経緯があります。OK、ありがとうございます。そして、Google プレイに関しての質問をいただいています。 えとこれは過去のこういったカンファレンスで質問で上がっているのですが世界各国の Google プレイが閲覧できるようになってほしいディベロッパーコンソールの機能にあってもいいと思います検討の進捗はいかがでしょうかうんこのご要望は確かにあのこれまでいただいていてあの残念ながらあのし ご報告できる進捗はまだないんですけれども、引き続き Google プレイチームの関係者が検討を続けています。このあ進捗があり次第共有したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして、これは t e n s o r f l o w l i に関するご質問をいただいていましたね、この、あ OK、物体認識の話。 いただいだい少々お待ちくださいはい、物体認識とディープラーニングについて最近のカメラでは動物の瞳を識別ししたたりりすする機能がフィーーチャーされたりもしていますカメラのアプリというアイデアで考えるとそういった識別に加えて例えば猫が次にどちらへ行くかみたいな動体予測レベルの研究は考えられたりはするのでしょうか はいえー、とそういったペーパー出てますね、まあ、ただそれはモバイルで動くものじゃなくて、まだあの頑張って、クラウド GPU で学習させると、あのこの人がこういうふうに動いたら、次こういうふうに動くだろうっていう確か東大さんが最近発表してたと思いますね。 まあそれがもうちょっとこう頑張って洗練されてモデルが小さくなってくるともしかしたら天才フローライトでできるようになるかの研究が進んでオンデバイスに出てで,で,で可能になってくる可能性が十分あるとということですかね、うん、もしすごいスキルがある方だったらペーパー読んで俺には書けるってばーっと書いてっちゃいアプリをすぐ出しちゃういですそういうすごい人が現れてくれるかもしくは誰かが作ってくれるのを待つかということ。 とということですねそしてあの同じくオブジェクト認識に関するご質問をいただいています。オブジェクトの認識はどの程度まで細かく認識できるのでしょうかラクマさんで試されているということは例えばスマートフォンのどの機種とかまで識別できるのでしょうか例えばスマートフォンの機種ピクセルであったりあのシャープさんの機種まで識別できるのでしょうかどうですか、うん、とこれはオブジェクト認識というよりその 画像と画像がどれぐらいの類似度があるかというところの,あの精度なんですけれどもそれは複数のファクターに依存していて、えー、どれぐらいの学習用のこう画像があるかというのとあとは人間が識別、まあ、3秒ぐらいで識別できるようなビジュアルな違いであればおそらく機械学習のモデルもに区別することができるんですけども例えば 見た目はもうほぼ同じようなもので人間区別できないようなものはおそらく、えー、機械学習のモデルも認識できないですありがとうございますそして、えー、ともう少しあのそうですね全体的なこれ機械学習の、えー、と質問ですね機械学習の技術をオープンにして画像認識や自然言語処理以外にもさまざまなアウトプットを知識がなくても使用できるようになるような気がしています 使用者は今後、機械学習についての知識をつける必要はありますかという、これは大きなご質問ですね。これは佐藤さん、いかがでしょう。うはいあの結構今、ここら辺、面白い議論で、ツイッターで o ー o m l ってキーワードで、ね、検索していただきますと、いろんなデータサイエンスたちの議論が出てくるんですけど、やっぱり機械学習ってあの最低限知ってなきゃいけない、この,あのなんていうんですかねあの、独特の動きがあるんですね。さっきの AI の ML フェアネスの話がすごい特徴的なんですけども、やっぱり。 学習に使うデータの,その分布ですとか内容というのを如実に反映してくれるのでまあ例えば本当に何も考えないで学習させちゃうと変なバイアスが入じたりですとかあとはよく問題になるのが科学習であるとかあとリーケージという問題があるんですけれどもあの全く何も知らない状態で使っちゃうと結構落とし穴がありますのでそこは最低限にする必要はあると思います。なるるほど <はい S 2> ありががととううございいいいますそうですすそででねはいちょっとですねあの他にも実はたくさんたくくささんんん質問をて あの残念ながらちょっとお時間の方が来てしまいましたので一旦ここまでとさせていただきたいと思います。あの登壇者の方々ありがとうございました あの今日はありがとうございます。えー、と残念ながらですね、この YouTube ライブ配信のお時間の方が来てしまいましたので、一旦ここであの配信の方を終了とさせていただければと思います。今日ご紹介したような内容をぜひ参考にしながら、優れたアプリ、ゲーム、サービスの開発にお役立ていただけましたら幸いです。今日は本当にありがとうございました 皆様いかがでしたでしょうか最後までご参加いただきまたたくさんのご質問もお寄せいただきありがとうございました本日の質疑応答の様子は後日 YouTube で公開いたしますリキャップライブ j p を検索してください各トピックの登壇者がおすすめする GoogleIO2019 のセッションをご覧いただけます GoogleIO エクステンディドリキャップ LIVEJAPAN2019 にご参加いただきありがとうございました Thank you